この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。なるほどね。こういうドタバタな感じでやっていくわけか。あ、いいね。新しいのが来たぞ。あの、先生。先生。先生。おっぱいでか？ごめん。次やるところは、家庭教師か。あ。そうじゃなくて。ん？そっと目を閉じると、ちずちゃんは、唇を俺に向ける。キス待ちである。今はダメ。勉強中だから。ここはしっかり家庭教師として、そして大人としてキスを止める。俺だってしたい。したいけど。そんな楽しそうな顔しないでくれ。それなら、もう1ページだけ頑張ったら、キスしてくれますか？なんかテストで学年1位になったら、エッチするみたいな家庭教師系のお姉さんとやるエロ漫画っていっぱいあるんだよな。学年1位になったら生中みたいな。ああ、ちずちゃんには負けたよ。わかった。でも1回だけね。ちずちゃんの真剣な表情に負け、キスを、承諾する。もちろん今は仕事中。公私混同は良くないことだし、仕事において手を抜くつもりもない。しかし勉強のモチベーションにつながるなら。なんて、それっぽい理由を並べるが、実際俺も、したかったりするのだった。20分後。これでキスしてくれますよね。満面の笑みで俺に問題集を見せつけてくるちずちゃん。驚異の時間で見事1ページ分の問題を片付けた。しかもすごいところがちゃんと全問正解しているというところだ。ははこうさん、こんなに早く終わらせるとは思ってなかったよ。それだけ先生とキスしたかったんです。そのセリフは反則。思わぬ不意打ちに自分の顔が熱くなっていく。彼女からそんなことを言われて嬉しくないわけがない。先生かわいいです。約束は約束。じゃあその目閉じてもらっていいかな。はい。俺の言葉にそのままそっと目を閉じる。やっぱまだ緊張するな。一度しているからといってそう簡単になれるものでもない。ドキドキと高鳴る鼓動を感じつつ、その唇に自分の唇を重ねる。軽く触れ合うだけの優しいキス。ゆっくりとお互いの唇が離れると、ちずちゃんは目を開ける。その瞳はどこかうっとりとしていた。キスしちゃいましたね。おお、どういう経緯で付き合ったんか知らんけど、なんか楽しそうやね。じゃあ私がキャバクラ嬢になれば先生から主導権を握れるということですよね。どういうこと？どういうこと？スーパーチワ喧嘩やねんか。まあ、キャバクラって接待だし、そうなるのかな。2時間だけ私に時間をください。この AV でしっかり勉強して、先生の主導権を私が握ってみせます。拳を握りしめ、謎の気合を揺れるちずちゃん。AV バレしたんか。
こうして、実の彼女に接待をしてもらうことになるのだった。2時間後、あけみです。あけみ爆誕。ちずちゃんは、あけみという源氏名を名乗り、キャバクラごっこを開始される。キャバクラごっこが開始される。お客さん、このお店初めてなんですか？あー、はい、仕事終わりなんですけど、なんだかこのまま帰りたくなくて。その気持ち分かります。仕事が終わって一人になると急に寂しくなったりしちゃいますもんね。でもよかった。よかったっていうのは？だって寂しがり屋の二人がこうして出会えたんだから。キャバクラというよりアイドルじゃねえ、地下アイドルじゃねえ。だからこんな寂しがり屋な私を今夜は離さないでくださいね。セクキャバじゃん。つかみ完璧すぎじゃない？地下アイドルの MC みたいだな。おお、出た。この子も教え子ってことか。つまりお腹すいたわ。はい、お前もまだ昼飯食べてないのか。そう言われてもな。今コレットに出せるものなんてさっき買ってきた袋ラーメンくらいしかないぞ。ねえ、デリバリーを頼まない？ん？もちろん全額私のおごりよ。お金はパパ持ちだけど。ん？そう言って高級そうな黒いクレジットカードを取り出すコレット。何？コレット様、一応他人のクレカを勝手に使ったら犯罪です。ありがとうございました。またどうも。すげえ。ああ、コレットがいいというので、中華、イタリアン、和風にジャンクフードと、とにかく出前を頼みまくる俺。ピザにチャーハンにハンバーガー、おまけにカツ丼、とにかくここは食いまくる。ありがとうコレット様。コレット様、マジでありがとう。ご要望とあらばステーキも頼めるわよ。昼からこんなに食べて俺にバッチは当たらないのだろうか。俺は黙々と飯を頼んで食ってはいるが、なぜかコレットは食べようとしない。あれ、お前腹減ってたんじゃないの？ええ、お腹は減っているわ。でもそのん、私それが食べてみたいの。どれ？え？これ？スーパーの袋を持ち上げ驚愕する俺。そういうことか。どうやらコレット嬢、俺の買ってきた袋ラーメンの味に興味津々らしい。あー、だ、大丈夫かコレット。やったな。全然大丈夫じゃなさそう。おい、しっかりしてくれ。たったのウーロンハイ一杯だろ、正気に戻ってくれ。終わった。愛してるわ。ねえ、このままここで私を抱いて。侍女か。俺も抱きたいのは山々だけど、こんなところで二人して脱いだら絶対に風邪ひくぞ。いや、そういうことじゃないやろ。はあ、俺は今夜はダメそうだな。コレット、おとなしく迎えの車呼ぼうぜ。しー、見える見えるわ、あなたの瞳の奥に映る別の女の影が。どういうこと？というかお前あれか、酔うと典型的な絡み酒ってやつ。ひどいわ、今までずっと私のこと騙してた。一応二人、何やったっけ、あのもう一人のあの爆乳の女の子も同時進行ではあるから、
何のことだ。美智子は言ってるわ、大学時代もずっとあなたと一緒にいたって。大学時代、美智子って誰だよ。というかそいつ今どこにいるんだよ。なんか軽くホラーなんだが。美智子はあなたと大学の同期だって言ってるわ。やばい、瞳孔が開ききっとる。美智子なんて知らねえ。お前酔うと妄想癖爆発かよ。なるほどね。ここで、お姉さんが来るわけか。うん、すぐそうやって人のこと綺麗とか可愛いとか平気な顔で言ってくるんだから。他の女性にもそうやって普段から簡単に綺麗とか言えちゃうの？いや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 、逆です、逆。むしろ俺、妙子さんにしか言えない。他の女性を口説くなんてそんな高度な真似俺にはできませんよ。え、じゃあ私なら簡単だってこと？どうだろう。ま、簡単かな。出た、砂肝の焼け食い。あ、何ここ。あ、あれか、駅の反対側になんかヨーロッパ風の何かしがあったみたいなこと言っとったもんな。それの発展系か。じゃあ鬼ごっこにしましょう。急にどうした。鬼は俺がやります。わかったわ。じゃあ最初は50メートルくらい離れるわね。そう言って上着を置きダッシュしていく妙子さん。絶対スカートやろ。え、ちょっと待って、妙子さんめっちゃ足速くない？10秒数えたら捕まえに来ていいわよ。わかりました。早速10秒数える。よし、捕まえに行こう。ギャーギャーギャー。あなた足遅くない？違うよ、妙子さんの足が速いんだよ。そのパンプスだかハイヒールだか知らないけど、それ履いて全力ダッシュできるってどんな運動神経してるの。この顔やめて。妙子さん足めちゃくちゃ速くない？マジでどうなってんの。あ、光が戻った。どうとか言われても。分かったわ。じゃあ今風の女の子らしくキャーキャー言いながら遠慮がちに内股で走るわね。今時の女バカにしすぎだろ。言い回しに悪意を感じる。わかりました。じゃあ鬼交代しましょう。今度は俺が逃げる番です。わかったわ。妙子さんから50メートルほど離れる。いいですよ。タッチ。早すぎ。こうして無謀とも言える俺の妙子さんへの挑戦が始まった。再び俺が鬼になると妙子さんを全然捕まえることができない。今日知った事実としては妙子さんは短距離が超速いということだった。おお、ここからはエッチシーンになります。はい、これはさすがに見れませんので、ここでちょっと終わっときましょうかね。はい、ということで以上になるのかな。はい、1分の1彼氏彼女かでした。お疲れちゃん。